お疲れ様です。不動産屋の方にね、最近行ってて、正式に引っ越し先が決定したんですよ。今日書類の方が届きまして、初期費用がいくらですっていう請求書が来て、これをね1週間以内ぐらいに払わないといけないんですよ。その書類ちょっと見せたいんですけど、多分どこ隠しても物件名が載っちゃうんで、それはまずいってことで、口頭で説明すると、請求金額が145,710円来たんですよ。僕の今の貯金金額が143,674円、もうこの時点で足りないんですけど、一応財布の中には数千円あるんで、払えるっちゃ払えるんですけど、払ったら所持金がなくなるのもそうなんですけど、今月の末のいつものね生活費っていうか、家賃とか保険料とかいろんなもの払ってるんですけど、月末にその分の請求がだいたい毎月8万ぐらいなんですよ。でそれが払えなくなるっていうので、やべえなと思って、で MacBook もねあれローンで買ったんですけど、パソコン先月分気づいたら滞納してて、今月の分も合わせて8,653円かける2なんで、17,000ちょっとも別で払わないといけないってことで、会社の方はね前借りとかしてもいいよって言ってたんですけど、さすがに前借りしたら給料日怖いことになるなっていう気もするし、どうしようかなっていう感じで、めちゃくちゃピンチですね。もうこれは借りるしかないんですけど、まあ誰かね人に借りるか、それが無理だったらカードキャッシングしようかなっていうので、国の制度で生活が苦しいっていうので借金はできると思うんですけど、それだとスピード感がないっていうので、あと1週間以内に間に合わないんですよね。せっかくね貯金頑張っとったのに、これじゃ足りんのかっていうのでね、最悪なんですけど、このお金は後から返ってくるお金なんですよ。ちょっと特例っていうかね、いろいろ事情がありまして家を出ないといけなくなったんですけど、まあ、こっち都合ではないんで、後からね保証のような感じで初期費用分はもらえるんですよ。なんとか建て替えればあとは楽になるんですけど、まあ、でもこの費用を借りて用意したとしても、その後に家具と家電揃えたりしないといけないんで、なんでこの条件で飲んじゃったんだろうなと思って、要は立ち退きをしてくださいっていうので、この建物が古いとか多分経営の状況とか分かんないんですけど、立ち退きをしてくださいってお願いされて、協力してもらえたら協力金が出ますみたいなので協力したんですけど、ちょっとこれ先にお金ね立て替えてもらわんといかんかったなと思って、ちゃんとねそこはしっかり話し合えばよかったなっていうので、今ねめちゃくちゃ後悔してますね。そのね契約を交わした時点での貯金なくて、っていうかむしろその時借金持ってた状態だったんですよ。だからそんな状態でねあんな条件飲んだの間違いだったなと思って、引っ越し先が決まったのはいいんですけどね、ここが悩みっていうか、また借金するのも嫌だしね、借金しないといけないんですけど、結局人から借りるか会社から借りるか。引っ越しの件は今ちょうどいいタイミングで就職できたんで、在職証明書っていうのをね会社の方で作っていただいたんですよ。でその書類見せたらすぐ不動産屋の方も、あこれでしたら大丈夫ですってことで審査にかけてもらって、その審査もちゃんと通って今に至るってことでね、で契約書の方書いて出して、あとは振り込みをねするだけっていう状況なんですよ。でその期限がねやっぱ入居前になってしまうんで、あと1週間なんですけど、8万のね今月末の支払いを全部滞納してもいいんですけど、もうそれやるとまた今年もクソみたいな生活になるんでね、でせっかく仕事も続いてるしね軌道に乗ってるんですけど、まあ、こういうのがね足を引っ張ると言いますか、
うまくいかんなって感じですね。ここの部屋にね、頑張って立てこもればよかったですね。覚悟を決めて出てってくださいってお願いされても、法律的にはずっと居座るとかできたと思うんですよ。それを押せばよかったですね。何も考えずにね、承諾しちゃったらこうなったんで、皆さんはね、もしいろんな法律とかのトラブルとか話し合いとかねであると思うんですけど、そういうのはちゃんと調べてから同意するなり交渉するなりした方がいいと思います。金ない状況で引っ越しなんて無謀でしたね。早く羽伸ばしたいなって思ったんですけど、まあ、こんなんばっかですね。ということで、そういう動画です。まあ頑張りますということで、バイバイ。もうこれ以上働きたくない。